あ、もう、こんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。金曜日です。金曜日ってどういうふうに過ごします？皆さん。自分は飲みにとか出ずにずっと家でゆっくりするのが好きですね。金曜日、土曜日。はい。そうですね。金曜日は家でのんびりゆっくりするのが好きです。やー、でもね、足立区の喧嘩自慢の人たちがだいぶ集まってきましたね。はい、本当に。今ちょうど一人ヘビー級の人が今紹介されまして、はい、すごい悪そうで強い人が今紹介されましたね。はい、金曜映画いいっすね。映画いいっすよね、金曜日。足立結構期待しててください。ほんと、ごっついのいっぱいいるんで。30日ね、トライアウトって形なんですけど、はい。本当に楽しみですね。30、トライアウトがね。9.5いつやりますか？いつやるんですかね、9.5は。多分、もう10月、11月、ブレイキングダウン盛り上、もう盛りだくさんですよね。あ、すみません、マンタさんありがとうございます。はい、あれめっちゃ可愛いスタンプ。これなんだ、米粒かな、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。今応募してきた子が、まあ、もともと北海道出身なんだけど、今、足立住んでるっていう感じの子で、まあ、これも一応いいんですよね、足立住んでれば。すごい悪そうな子、エントリーしてきましたね、今ね。ちょっと僕のね、お世話になってる、人から今、紹介されてきたんですけど。地元じゃないんですね、多分この子はね、足立の。足立区めっちゃいい感じっすよ。はい。もうマジでバチバチの揃えたんで。はい。まあ当日は、秀虎さんとね、街ブラしながら、探すっていう企画もやりますんでね。はい。ひげ生やしたんじゃなくて、ごめんなさい、これ剃り忘れちゃって。はい。明日剃ります、ひげ。現在住んでるなら OK。そうですね。現在住んでれば、まあ大丈夫ってことで。足立区のタイソンって本当にいるんですか？そうですね。応募あったんですよ、足立区のタイソンさんって。まあ絶対でも優勝したいですね、足立はね。うん、浜松好きですか？浜松めっちゃ大好きです、僕ね。関谷さんに結構いろんなね、美味しいお店とか連れてってもらって、めっちゃ大好きです、浜松はね。
通勤で足立を通ってたのでも3回近くあるんですか。それはちょっと厳しいかなって思いますけど、通勤がちょっと厳しいですね。天出ますか。天は僕出ないですね。喧嘩自慢優勝したらなんか景品あるんですか。なんかあるんですかね。足立区代表とトレーニング動画あげる、あ、ぜひぜひ、はい、トレーニング動画あげたいですね。通学通勤はちょっと厳しいかな。まあ通ってた、まあ今現在足立区で働いてるとかだったらまだいいですけどね。そうですね、今現在足立区で働いてますとかだったらいいけどな。当日どこでスカウトするんですか。まだ決まってないですね。足立区で一応やるとは言ってるんですけど、結構あのヒデトラさんとの動画を出してからすごいいろんな方が応募してきてくれて、そのはい、そっから結構広がってったって感じですかね。足立絶対勝ちたいですね。まだ人足りてないですか。いやでももう足りてきましたね人は。でももし強い人がまだいるんであればぜひ応募はしてきてほしいですね。はい、そうですね、足立はね、うん、足立の対戦は確定でお願いします。はい、じゃあぜひ確定で。まあでもなんか他の地域もやるみたいですけどね。はい、なんかあの東京とかでもね。うん。だからそのこれをなんかもういろんなチームを作っていきたいみたいで、それで足立とかあのそういうちっちゃくしたらしいんですよね今回は。だから多分そのうち。本当それこそ八王子とかやるんじゃないですかね、うん、八王子の喧嘩自慢とかもやると思うんですよね。強くて今は悪いことしてない、逮捕される予定ない、そうなんですよね。何人かいたんですよね、あのすごい強いんですけど、まあちょっと未だに喧嘩をしちゃう、いつ捕まるかわからないっていう人はちょっとお断りしてるんですよね。うん、あとは僕の候補の中で3人この人たち強いなって人いたんですけど、あの捕まっちゃったって人もいましたね。はい、まあ一人はそのもう去年の夏とかにやった事件かなんかでねとか。男気に出てた王子喧嘩街を見てみて、そうなんですよ、王子喧嘩街の人たちめっちゃ強いですよね。あの男気だけじゃなくて、あのファイティングネクサスさんとかも出てるんですね。そうなんですよ、3人捕まったんですよ、まさかの。いやあれでね、結構もうその子は本当にブレイキングダウンでスターになるんだろうなって子がいたんですよ、ね、え、うん、なんですけど、まさかのね逮捕で多分当分出てこれないですね。うん、練習も見せてもらったんですけど、すごい強かったんですよ本当に。強くて普通にね、あのブレイキングダウンのスターになるかなと思ったんですけど、うん、やばいっすよね確かにね、うん、だからせめて代表に選ばれた子たちはね本当
見られてるって意識を持って、そういうトラブルとか起こさないでもらいたいですけどね。社会的に更生の余地がなしって人は基本 NG ってこと。そうですね、はい。あと態度が悪い人、ちょっと態度が悪い人とかは断ってますね。足立区のメガネ社長、今何し、メガネ社長さんはちょっと僕、面識ないんでわからないんですけど、今回メガネ社長さんに勝ってる人はエントリーしてますね。はい。アマチュアの大会でメガネ社長さんに勝ってる人に。まあでも結構、強くてキャラが両方、僕は一応その自分の推薦って形で今20人ぐらい用意はしたんですけど、足立でその推薦っていうよりはもういろんな足立の方に紹介していただいて、ね、そういう形でやったんですけど、僕はやっぱ花があって強いっていう両方のこれを兼ね備えた人間を集めたつもりなんで、はい。メガネ社長に勝った人はバトルミリオネアに出た人と、あ、そうですね、はい。その方が応募してきましたね。まあ一応自分の紹介、自分が紹介してもらって選手が20名、あとは運営の方でね、応募してきた人が多分20名ぐらい来るんですかね、だから40名ぐらいで、あとはその当日街でねスカウトをするっていう。樋口さん、足立区にゆかりはあるんですか？僕全くないですね。まあでも東京でやるんだったら自分やりたいなとは思ってたんですよね、監督業ね。てか他のとこどうなんですかね、全く情報ないですよね。他のなんか姫路、豊橋、大宮とかね。あ、すいません、福島さんありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。大宮500人率いるブーチンさんってエントリーするみたいです。ところだのタイソンと同じ匂いをしました。僕もねその動画見たんですよ。で大宮の僕の友達がねちょっと大宮出身なんで、まあこのブーチンさんって人って強いんですかって言ったら普通に強いみたいですよ。はい、なんかめちゃめちゃ有名だっつってましたね、あの人は。はい、豊橋監督は SNS 弱いから不安。いや、強いっすよ。西谷君 SNS めっちゃ強いっすよ。ね、K1 のレジェンドに喧嘩売っちゃうぐらいですからね。北関東の小田君みたいな花のある人材が良いな。そうなんですよね。僕も小田さんだとかシェンロン選手とかを参考にして人を集めてますね。まあでもやっぱなかなかあの二人みたいな人はなかなか難しいですよね。やっぱ奇跡ですもんね、あの二人の。足立区も合宿したり裏側撮影します。あ、もちろんやります。はい。まあやるんですけど、ただ一回戦で負けちゃうとね、ちょっとそれも、コラボしたい YouTuber いますか？コラボしたい YouTuber。元気ジャパンさんとかちょっとコラボしたいですね。なんかナンパ系 YouTuber のね、はい。ちょっとコラボしたいですね。一回コラボしてもらったんですよね、元気ジャパンさんね。はい。だけど、僕らのちょっとトラブルがあって、お蔵入りになっちゃったんですよ、動画がね。はい。出せなくなっちゃってね。僕、元気くんの方は出たんですけど。森さんとのコラボはないです。あ、絶対ないですね。森さんとのコラボはないですね。
小田さんレベルで綺麗になってる人なかなかいなそう。そうですね。自分はキックで元2階級制覇した日本チャンピオンなんですが、今度ジムにスパーリングしてもいいですか？僕はちょっとキック苦手なんで ャンプ横田とコラボした。今回その足立区があれになった時には、横田さんにはその選手指導って形で顧問としてなんか協力してくれるってことなんで、矢野さんと洗濯ばさみができます。矢野さんめっちゃ強いですよ、洗濯ばさみはね。今日ね、矢野さんとのコラボ動画を出したんですけど、全然再生数が回らなかったんでね、ぜひ皆さん見てください。お願いします。このライブのね、概要欄に貼ってあるんで、ぜひ見てください。ちょっとめちゃめちゃ再生数いかなかったんで、お願いします。ぜひぜひ見てください。概要欄にある矢野さんとのね、スパーリング動画。安達は初戦どことやる予想ですか？僕、姫路とかだと思うんですよね。プロタンとのコラボは考えてないですか？プロタンめっちゃコラボしたいですね、プロタンさんね。プロタンさんめっちゃコラボしたいな。ライブ終わってみました。ありがとうございます。僕はね、やっぱ、試合ないときってね、やっぱ再生数取るのマジで難しいですね、ほんと。ほんと、試合ない時期のブレイキングダウンの僕らのその YouTube っていうのはすげえもう閑古鳥鳴いちゃいますからね。ほんと、きついっすよね。YouTube だけだとなかなかね、やっぱ難しいですね、ほんと。だから、スポンサーさんあってのね、連休何するの？あ、連休なんすね。いや、ほんと再生数取るの大変ですよ、やっぱ。試合の時とかだとやっぱね、6、70万ぐらい結構稼げるんですけど、あ、6、70万ぐらいね、再生数いくんですけど。あ、たまちゃんさん、ありがとうございます。監督頑張ってください。頑張ります、監督。安達、マジで期待しててください。超いいメンバー揃えたんで。結局格闘技経験者ばかり出るのではないか、素人ただの喧嘩の罵れた不良見つからないか、もう格闘技経験者の試合はこの試合になってくる。そうですね、まあでも基本は僕不良っていう形で集めてるんで、例えば格闘技がめちゃいっぱいいたんですよ。例えばアマチュアでめちゃめちゃ実績あって、まあ、団体名は伏せますけど、まあ、某団体でアマチュアで2階級制覇して、でプロでもプロ3戦まで OK なんですけど、プロ2戦して2戦とも KO してますと。だけどやっぱりちょっと、まあそういう趣旨の人じゃないんですよね。ブレイキングダウンの喧嘩自慢っていう趣旨の人ではないんで、ちょっとお断りしたっていうのはありますね。結構先輩とかから出してくださいとか言われてたんですけど。で、やっぱ強いだけじゃちょっと厳しいです。富澤君すごいですね。樋口君は再生数取れてる方だと思うけど、悲惨な人結構いますね。僕はな、波が激しいですね。試合前とかだと結構すごい、取れるんですけど、やっぱこう試合が終わって大体20日ぐらい経つと一気に落ちちゃいますね。今日とかも何回だ、再生数。まだ1000回行ってないですね。試合の時とかだと大体5分ぐらいで1000回とか行くんですけど、今のはまだ1000回も行ってないですね。もう3時間ぐらい経つのにね。なかなか難しいですね、YouTube はね。YouTube で安井君とグラップリングスパーしようぜ。ああ、安井君はな、ちょっとコラボしない方がいいと思いますね。なんか当たるかもしれないしね。
まだ事故物件住んでますが、はい、まだ住んでますね。はい、ちょっとこれをマジでちょっとお願いがあって、その事故物件の今僕が住んでる場所なんですけど、ちょっとまあ場所は言え、まあ場所は言えないですけど、ちょっと特定をされてしまいまして、夜とかちょっと来ちゃう人がいて、で僕自体ってよりは住んでる人たちに結構迷惑がかかってしまうんで、ちょっとあの家に来るのだけは本当に ご容赦ください。はい、本当にね、うん、幽霊同行じゃなくてやっぱりコンコンコンってやられるだけでやっぱ僕ビクッとしちゃうんで、寝ててね、うん、そうなんですよ、ちょっと家を特定されちゃってね、うん、いや、それで引っ越す理由っていうのは実はそれなんですよね、はい、うん、そうなんですよね、いや全然幽霊より怖いですよ、やっぱびっくりしますよ、やっぱいきなり来られると本当に、はい、そうなんですよ、本当にびっくりしますね、本当、いや人間です、本当に人間です、普通に、だから次回はちょっとね、あのマンション今のところがちょっとアパートみたいになってるんですよね、で次がねちょっとマンションで、マンションで探しててですけど、マンションだと審査が受かんないんですよね、やっぱその大手とかになってくると本当に審査が通らないというか、はい、だいたい1年ぐらい前に今のところに借りて、去年の12月に借りたんですけど、まあその時ってそんなに言ってもね、あんまり僕がねそんなにまだ知られてなかったって、今より知られてなかったんであれなんですけど、まあこれはね、まあこれぐらいだったら行ってもいいと思うんですけど、まあ、新宿あたりでねちょっと探してて、新宿のちょっと外れあたりでね探してるんですけど、なかなかねやっぱりその本当になんて言えばいいか、あれですね、もう難しいですね本当ね。あ、そうっす、セキュリティメンバー当日ね、一応セキュリティメンバーの足立区のそのオーディションの時にね入れるんで、何かあった時のためにね、だからちょっとクラブセキュリティさんも入れました。あ、すいません、福島さんありがとうございます、また嬉しいです、本当ありがとうございます。田舎者なので新宿に人が住めると思った新宿っつっても結構広いんで、範囲が本当に新宿5丁目あたりに審査緩い人って集まってるよね、キャバ嬢とか風俗の人が、そうなんだ、ライオンズマンションってあれっすよね、あの殺し屋市とかの映画とかの撮影でもねします、ウスマン呼べ、あ、ウスマン、あの足立区のウスマン、僕昔から知ってて電話してちょっと出てくれないかっつったんですけど、まあちょっと今怪我をしてて今回出れないってことで、したら弟紹介してくれたんですよね、ノーマン君って言うんですけど、ちょっと楽しみですね、ちょっとやべ、充電がないんでちょっと充電器取ってきます、少々お待ちください。
い、すいません。やべえ、今リュック見たら最悪でしたね。プロテインがバッグの中で散乱してましたね。最悪でしたね。あれ充電が、あ、オッケー、できたかな、充電。あと 1DK とかでもいいんで、はい、1DK とかでもいいんで、ちょっとね、あの、分かれてる部屋がいいっすね、寝室と、あれが。自転車はどうなったんですか？どうなんですかね？自転車はまだ帰ってきてないっすね。あ、すいません、またありがとうございます。すいません、福島さん、ありがとうございます、スパシャ。そうなんですよ。だから前回その審査が通ったのって、事故物件で誰も入りたがんないっていうから、多分もういいやっていうので、多分自分が通ったんですけどね。ありがとうございます、福島さん。いろんな人にね、その不動産今紹介してもらって、はい、結構そのインフルエンサー専門の不動産屋さんとかもいて、今あのね、ちょっとやってもらってるんですけど、24日のシュート見に行きますか？大竹選手の知り合いですよね。行きたいんですけど、確かその日ライジンなんですよね。僕仕事でライジン行かなきゃいけなくて。引っ越したいですね。もう早く引っ越したいんですよ。なかなかでも引っ越せないっすよね。あと自分がこだわりが強すぎるっていう部屋に対して、一回決まりかけたんですよ、もうあの部屋が。もう本当決まって、ここめっちゃいいわと思って、で、引っ越し業者も決めて、で、書類を書いて、オーナーに送ったら、ギリギリで自分の名前を検索されたみたいで、したら、それでね、ダメだってなりましたね。残念ながら。いやー、審査難しいな、ほんと。早く審査通ってほしいな、新宿。新宿あたりいいっすよね、ほんと。まあ、最悪ね。3階以上だったらいいですけどね。あー、やべ、すいません、福島さん、ありがとうございます。4回目ですね、これ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。萩原さんにマンションを買ってもらって済ましてみましょう。そんな失礼なことできないです。あ、今日僕ね、群馬行ってきたんですよ。はい、今日群馬行ってきて、ちょっと萩原さんと新しい工業や、あ、ごめんなさい、工業じゃない、新しい企画を、 YouTube 企画をやるっつってね。多分まだ今までみんなやってない企画で、今日1本目撮ってきたんですけど、まあ、結構多分バズると思うんですよね。はい、はい、今日ちょっとね、そういう企画をやりましたね、萩原さんと。原付の免許8回落ちたって本当なんですか？あ、僕11回ですね8回じゃなくて11回です。そうなんです、萩原さんとやる企画なんですけど、すごい、一応10月11月から新企画2つやる予定でね、はい、それが当たればいいですけどね。はい、はい、僕原付11回落ちてます。はい、高校生の時ですけどね、16、17の時に11回、もうそっから受けてないですね。
車の免許はすいません、なんか福島さんありがとうございます、なんか本当すいません、なんか本当なんかこれ6回目ぐらいですね、本当ありがとうございます。前言ってたヘビー級の選手は見つかったんですよ。今エントリーやったんですよ、ちょうど。僕の先輩の方から連絡が来て、北海道出身だけど今足立に住んでるってことなんで、しかも多分これ強いですね、このロレッコね。すごいね。だから結構今本当にいろんな選手がね今応募してきてくれて、筆記で落ちたんですか、筆記で落ちました。あと1回教官と喧嘩になってこと退出されたことありますね、僕あの16歳の時に、なんか教官の人に、なんか教官の人って結構威圧的じゃないですか、それで喧嘩になっちゃったことがありました、ね、まあ僕が悪いんですけど、うわまたすいません、ありがとうございます、めちゃめちゃ8回ぐらいですね、ありがとうございます、すいません、すいません福島さん。福島といえば僕、福島さんのね今米がめっちゃ好きで、福島さんの米ばっか食べてるんですよね自分。森さんとあれから連絡取ってますか、森さんって美容師の森さんですか、それともあの戦った森さんですかね。森くんとは一生仲良くできます。あーすいません福島さん、ありがとうございます。樋口選手好きなんて、ありがとうございます、本当すいません、嬉しいです。そうですか、あやべ、それを聞いて私も今日一日明るく過ごせ、シリが反応しちゃった。新宿方面引っ越したら怪物くんコラボで家に行ってほしいです10人2期とキックルールで戦ったら勝てますから、あの時間無制限だといけますね、スタミナ僕の方があるんで そうですね、スタミナは僕の方があると思うんですよ。天狗のカードとかどうなんだろう、全然聞いてないんですよね。なんかそのブレイキングなんてどうなってくかって本当読めないですよね。なんかそういうのって僕そういうの基本聞かされないんですよね、はい、オーディションのギリギリまで聞かされなくて、だ今回は僕出ないですね。あすいません、会社員先生いつもありがとうございます。コロナで1週間仕事休んでて今週復帰ました、辛いけど頑張りました、あつこ偉い、呼び捨て希望呼び捨てですか、はい、あつこ偉い頑張ってくださいあーすいません、また福島さんすいません、ありがとうございます、すいません、すいません、こんな社会不適合者のためにすいませんでした、マジで足立区頑張ります。すいません、ありがとうございます、会社員さん、福島さん、まあただ皆さん本当に無理はしないでください、はい、格闘技団体順位をつけるのはどれでしょうか、1位はライジン、世界世界だと USC、ベラトールなのかな。あれ、なんで充電されてないんだ。ああ、すいません、会社員さんありがとうございます。もうくれぐれも嬉しいですけど、くれぐれも皆さん無理はなさらないように。あ、もう唇はもうくっつきましたね。
くっついたんですけど、ちょっとここがやっぱ傷は完全に消えてないんですよね。やっぱこう舌で触るとやっぱ傷は残っちゃってるんですよね。やっぱここがやっぱもうペローンってこう剥がれちゃって、完全にはくっつかなかったですね。あーすいません福島さん、これ何回目だ、もう10回目以上ですね。ありがとうございます。すいません本当。各代表の監督同士の喧嘩だけは見たくないのでお願いします。そうですね、監督同士の喧嘩はしたくないですね。ありがとうございます本当福島さん。あ、それそうですよね、まあ、あの安保さんとかヤーマンとか、あのヤーマンさんとか富澤君とかと喧嘩したくないですもんね、はい、でも基本監督同士はみんな仲いいですからね、はい、うん、富澤君も仲いいし、西谷君、宮島君も仲いいですし、そうですね、基本みんな仲いいですね。すいませんありがとうございます。あれどこだっけ、富澤君が大宮で、西谷君が豊橋で、あれあと1個どこだっけ、あれ大宮、豊橋、あ、姫路か、姫路、ひろや君も仲いいんでね、まあ基本いいですね。西に俺とやれって言われたらどうする今話すことじゃねえだろって言いますけどね、はい、自分は喧嘩にならなそうですけどね、なんかその足立の子たちと姫路は喧嘩になりそうですけど、自分は喧嘩にならなそうですね、ほんと。インスタから来ました、 ありがとうございます本当に。ヒデトラさん血の気を襲う、そうですね、ヒデトラさん厳しいですね。まあでも本当に気をつけないと、いつか本当大怪我人出るんでね、ああいうちょっとセキュリティ増やしてほしいですね。まただってあの1個の部屋にバーってみんな集めるわけですよね。取りました俺そんなに、やっぱそうっすよね、もう体重1ヶ月ぐらい測ってないですね、あの試合の前に計量したのが最後ですねあそこから体重測ってないですね。今日も萩原工業さん行った時にもうこんなでかいすんげえ豪華な弁当いただいてね、多分僕と秀虎さんはめちゃめちゃ相性いいと思います。はい、本当すごいできると思います。はい、本当にめちゃめちゃ秀虎さんと僕はマジで相性いいと思います。姫路の不良はゆうたさんがしっかりまとめてそうです。ああ、ゆうたくんも投票とかあるんですかね、自分。あ、マントさんありがとうございます。ブレイキングダウンの中で一番誰と仲がいいですか？仲がいい人ですか？ブレイキングダウンの中で一番仲がいい人、アウトサイダーってことですよね。ごめんなさい、これ電波悪かったっすよね、あの Wi-Fi つけるの忘れてました。ブレイキングダウンで仲いいの、今小田くんとか仲いいですけどね、小田くんとアウトサイダー以外だったら小田くんとかですね。西谷くんも結構仲いいですよ僕普通に、はい、まあでも西谷くんはいつかもう一回やるでしょうね、試合を。10万人おめでとうございます、 ありがとうございます。いや今日の再生数が全然回んなくてちょっと落ち込んでるんですよね、慰めてください、慰めて皆さん
再生してください今日のマジで再生数いってないんでね。萩原さん次出るんです。萩原さん次出ますね。今日も萩原工業行ってきたらもう練習してました萩原さんはね、はい、萩原さん2月完成のビルすごそう。そうですね、今ある暁ビルってのもあるんですけど、そこもすんごいんですよね。飯田さんとコラボしてください。飯田さんコラボしてくんないんじゃないですかね俺とはねみんなも言ってくださいよ、じゃあ飯田さんにあの樋口とコラボしてくださいっつってしてくんねえだろうな飯田さんはね。萩原さんまだ減量してないんですね。でも減量、あ、ありがとうございます。慰める、何回も見る、そしてのうち、ありがとうございます。萩原さんは普段から結構その健康オタクなんでね、あの人すごい食事とかすごい気をつけてるんで、あんま減量ってよりは、うん、ウリタさんとコラボしてください。ああ、ウリさんね。ああ、エガサリさん YouTube 始めたみたいですね。コラボしてくれんのかな、なんか。エガサリさんコラボしてほしいな。ちょっと矢野さんとのね、スパーリング動画全然再生数今日回ってないんで、皆さんお願いします。見てください。お願いします。黒石さんもなんかそろそろ出てきそうな予感はしますね、なんか。どうなんだろう。そろそろ黒石さんももう試合したいんじゃないですかね。やっぱり一回開けるとね、ブレイキングダウンは。イベントガールで誰が一番綺麗ですか。誰ですかね。みんな綺麗ですよね。ブレイキングダウンのラウンドガールの方とかね、うん、選手も結構綺麗な多いじゃないですか、ブレイキングダウンはね。黒石さんはみんなから狙われてますよね。あの北関東の安藤くんとかからも狙われてますしね。ありがとうございます。ぜひ見てください。マジであの3時間経って2000回しか再生されてないんで、ちょっとやばいな本当。ゴキブリ出たことありますか。もうゴキブリ昨日も出ましたね。本当にちょっとどうにかしてほしいですね。黒石さんでも練習ちゃんとしてますからね、はい。週末でじわじわ伸びると思いますよ。はい、ぜひ皆さんの力で10万再生まで持ってってください。お願いします。昔の規模はどこ行った。尖ってる樋口が好きだった。20歳の動画いつ上がるんですかね。今月か来月に撮るんですよ、そのトライアウト。まだ決まってないんですよね、日付は。なんで出るのは、動画出るのは大体、大体10月の後半とかになるんですかね。先にあの喧嘩自慢の100人のあれが出ると思うんですよね、はい。あ、マントさんありがとうございます。モテますか。全然モテません、はいマジでモテません。9.5 やる雰囲気なくないですか。まあこれは言っていいと思うんですけど、 9.5 はやるみたいですよ、はい。やるみたいなんですけど、はい、あのカードは聞いてないです。あんなゴミ屋敷見たくないだろう。あ、すいません、
でもなんか見てくれたんですね。ありがとうございます。すいません、本当に見てくれたみたいでありがとうございます。監督対決とかありますか？あー、でもそこでね、因縁で西谷くんとかとちょっと面白いかもしれないですね。僕ももう西谷くんだとか安井くんはもう逃げられないと思ってるんで、はい。うん、そうですね。もう次また喧嘩自慢ってことはないと思うんで。足立区の喧嘩自慢は良い感じの人材集まりましたか？オラオライケイケのコテコテの喧嘩自慢出します。はい、任せてください。はい、めちゃめちゃ花があって強いのもね、あの呼んできたんで、はい。本当にね、樋口くん減量しましょう。はい、すいません、来週からダイエットします。なんでヒューさんはトライフォース組から狙われているんですか？なんでですかね。あれ、朝倉くんもだって一回僕最初やった時に2回目もう毎日会うたんびに言われてましたからね。樋口くん次いつやりますか僕と、つって会うたんびにずっと言ってきましたからね。朝倉くんもね、今じゃもう全く相手されなくなりましたけどね、はい、足立負けたら俺も眉毛と髪の毛揃おうかな、全部ね。足立負けたらそうっすね。じゃあ俺も眉毛と髪揃んなきゃダメかな。まあでも、大阪のね、首都負けてね、やってましたけど、やっぱ潔かったっすね、はい。あ、マックさんありがとうございます。超住人にきつーとスパーみたいですね。勝てますか？どう、まあ無制限ラウンドだったら勝てそうですね。ちょっと 1分打撃ルールだったらちょっと危ういかもしれないですけど、無制限だったらいけますね。僕スタミナは自信あるんで。黒石さんとか誰とやるんですかね次ね。黒石さんとシェンロン君とか、黒石さんと小田君とかも見たいですけどね。どうなんだろう、確かに。アウトサイダー同士はもう戦わない、チーム感がもう強いから、ね、アウトサイダー同士っていうと、まあ瓜田さんと萩原さんですかね、うん、アウトサイダー組を抜かして誰が人間的に好きですか？ブレイキングダウンの選手ですか？みんないい人ですけどね、基本はね、はい。なんか変なのはあんまりいないですけどね。吉田沙保里さん、なりきりアイコンやさん、ありがとうございます。160円ありがとうございます。元セキュリティのダンテ氏とは今後出る必要可能性ありますか？ダン君ですか？ダン君どうだ、ダン君あんま表に出たがるイメージないんで出てこないんじゃないですかね。ダン君って僕にねセキュリティ教えてくれた人なんですけど、松井さんとはやらないですか？松井くんとはやらないでしょうね。あと階級もそもそもちげえしな。松井くんライトヘビー77まで落ちてるんですけど絶対無理でしょ。松井くんめちゃめちゃ体でかかったもん。まあちょっとね、松井くんちょっと喋っちゃったんですけどね、試合が前後で一緒だったんでちょっと喋っちゃったんですけどね、松井くんね。誰と戦いたいですか？誰ですかね。
ブレイキングダウンはアウトサイダーズが引っ張ってますもんね。マジかっこいいです。ありがとうございます。まあでもアウトサイダーだけじゃないですけどね。やっぱ新しい子たちが出てきて、やっぱね、ブレイキングダウンの選手とかも。アウトサイダーだけじゃないですね。やっぱみんな頑張ってくれてますよね。ミカーバックのつらつらがブレイキングダウンエントリーしたみたいですよ。彼らは相当大きいけど面白い。そうですね、ミカーバック来てますよ。選手兼監督が大変そう。そうなんですよ。だから僕今回はエントリーしてないんですよね。選手としては。竹原さんのボディーブローってどんな感じ？えぐい。マジでえげつないっすよ。もう内臓飛び出るかと思うぐらいやばかったっすね。本当にやばかったっすよ、竹原さんのボディーブローは。森と友達になろうと思ったらなれる。なれないっすね、彼はね。はい、ミカーバックマジで怖いっすわね、多分。怒らしたら。金太郎とやったのって10年ぐらい前ですか。そうっすね。2回目やったのが10年前で、その前がもう15年ぐらい前ですかね。ジョリーは友達になる。ジョリー君僕仲いいっすよ。はい。結構喋りますよ、ジョリー君。テル君も仲いいっすね、僕。次、なんとかの部屋ってやるんすかね、あれね。はい。やるんだったら、ちょっとなんか、なんとかの部屋見たいっすね、はい。三河幕府って愛知の三河、違うんですよ。茨城にあるんですよ。三河幕府って、広三河さん、率いる三河幕府ってチームがあって、すごいっすよ、そこは。誰見たいですか、なんとかの部屋。今回新しく出てきた人とか面白いっすよね。森の部屋とかやって面白いっすよね。森の部屋、てるくんの部屋とか見てる。もうてるくんの部屋とか恐ろしそうっす。あとは森、てるくん、小田くんとかも見たいっすよね。シェンロンの部屋とかやってほしいっすよね。もう全員と喧嘩するみたいな。夜に炭水化物食べますか。もうバリバリ食いますね。はい。まあ松井健の部屋とか面白そうっすね。てるくんいいやつだろう。てるくんは残念ながらめっちゃいいやつっす。はい。そうっすね。喧嘩っ早いですけどね。シェンロンの部屋とかやばそうっす。全員と喧嘩っす。今回楽しみだな。やっぱね、ナインがやっぱり、すごい面白かったんでね。ブレイキングナインでどの試合が良かった？やっぱりあれですね。シェンロン、小田雅也選手ですね。面白かったな、あれはね。第24試合目でしたっけ？ 4 試合目だか21試合目だ。MMA ルールの試合より全然面白かったですね。喧嘩自慢とか。はい。
あのなんとかの部屋って続けてほしいですけどね、うん、逆にちょっと海外対抗戦はちょっとしばらくいいかなって思っちゃいましたね、この間の見て、うん、そう多分喧嘩自慢の人たちが出てきてちょっとね変わってくんじゃないかなという。三河幕府マジでやばいですよ。昔僕も地下格闘技のチーム入ってたんですけど、三河幕府と当たった時超怖かったっすもん。2回三河幕府はあのやってるんですけど、対抗戦をね、怖かったっすね、ヒロさんとかね。盛りだくさん詰め込みすぎ、そうですね、ちょっとナインは詰め込みすぎちゃったかなっていうのがありましたね。何気にヨーロッパ組とやらなくてホッとしますか。ああそうですね、それありますね。最初ヨーロッパって言われてたんですよ、自分なんかヨーロッパの選手とやれって言われてたんでね。海外の人は感情移入できづらいね。そうですね。でも韓国の対抗戦は面白かったですけどね。なんか韓国の対抗戦は盛り上がったんですけど、なんか今回のヨーロッパはそんなイマイチだった気がするんですよね。試合自体は面白かったですけど、まあ、韓国は良かったですね。三河幕府はエンタメじゃなくガチでやりに行くから本当に怖い。そうなんですよ、あのお兄さんのヒロさんより弟さんのタカさんがねちょっとやばいです。なんでアウトサイダー出たんですか。ああ、まあやっぱそれはモテたいからですよね。はい、それはモテたかったんですよ。ギャルにモテたかった。当時やっぱアウトサイダー出ればモテるって言われてたんでね。それで出ました。はい。そういった理由です。ごめんなさい。韓国対抗戦が良すぎたので、ヨーロッパは期待値が高すぎて。そうですね。ヨーロッパの人だと結構いい人、いい人でしたよね。かなり。すげえいい人だった。ナイスガイでしたね。やっぱ韓国は盛り上がりましたよね。うん。富澤くん優しいですか？明日のイベントで地元の宇都宮来るの会いに行こう。迷ってます。ああ、富澤くんめちゃめちゃ優しいですよ。会いに行った方がいいです。ぜひ行ってください。めちゃめちゃ人格者でね。あ、ちなみに僕も11月25日にあのお茶の水でね、あのバーで一日店長やるんで、ぜひ皆さん遊び来てください。はい、あのカレーとか販売しますんでお願いします。 YouTube のプロフィール写真はいつのですか。これはですね、いつだっけな、10年ぐらい前ですね。アウトサイダー優勝した時です。ブレイキングダウンで一番ムカついた相手は近藤裕太くんと森くんですね、はい、そうですね、あの二人が一番ムカつきましたね。でも裕太くんはねちょっとひろやくんと僕仲良かったんでね、なんか途中からそういう憎しみみたいなのは消えちゃいましたね、裕太くんはね、うん、でやっぱ森に関してはずっと最後までねこの野郎っていうあれがあったから。まあ、ゆうたくんは今仲いいですけどね、まあ、森くんは、仲良くすることはないかなと思ってますね。いや、何やったら伸びるかな、YouTube。マジで。萩原さんに頼りすぎっすよね、自分ね、ちょっと。昨日っていうか、今日出したの全然、あの、なんですね、イベントされない会いに行きたいですか、若い子限定。いや、そんなことありません、全然。僕も35歳なんで、はい。ぜひ遊び来てください。 YouTube の登録者の男女比は女性が僕あの 6% とかですね、はい、すごい少ないですよ。バンさんみたいな感じで伸びそう。そうですね、闇を暴く系はやっぱ伸びますよね。いやマジで昨日の
昨日というか今日出したの全然伸びねえな、はい、ぜひ皆さん拡散お願いします。はいマジで再生数落ちちゃった。最近落ちてきてたんですよね、確かに再生数が。まあしょうがないですよね、試合ない時期だと。まあでもこうやってねライブやるとこうやって200人も来てくれるのありがたいですもんね。森くんと噛み合いそうな選手とかいますか。森くんと噛み合いそうな選手、近藤優太くんかなと思うんですけどね。そうなんですよ、再生数めちゃめちゃ落ちちゃってんすよ。今日もまだ2000回とかっすね。私毎日見てる、ありがとうございます、嬉しいです。まあね、ずっと再生数取り続けるのは難しいですからね、はい、ブレイキングなので樋口くんが言ってますけど、ありがとうございます、嬉しいです。街中で会ったら殴ってよき、ダメダメです、絶対ダメです声かけるのはいいですけど、看護師なんで癒します、 ありがとうございます。あのね、僕看護師さんめっちゃ世話になってね、あのいろいろあれ なんかあの病院で入院することが一時期多かったんですけど、でもなんか勝手に脱走してね、あの脱走してあのなんかスタバとか行って怒られてましたね、看護師さんによくね萩原さんとの美容室コラボはバズりまして、そうですね、萩原さん出すとねやっぱバズるんですけどね、なかなか4000回超えました。 ありがとうございます、みんなのおかげで4000回超えましたね。そうですね、看護師の人にすげえ怒られてましたね、なんかあの勝手に脱走してスタバがなんか目の前にあったんですよ、病院ので、病院の目の前だからそんぐらいいいだろうと思って勝手に抜け出すんですよ、そうするとすっげえ怒られるんですよね、うん、で病院抜け出してあの渡るんですよ、渡ってスタバ行って買ってくるとなんかそこでバレてダメじゃないですかっつって、なんかあのもうあの自分よりね 7、8個ぐらい若いね看護師さんに怒られるっていうねブレダン・リョウもライブしてるよ。リョウくんですか。10万人登録の盾いただき、これ盾ってどうすればもらえるんですかね。でもなんか今再生数どころか今登録者も減ってって、今どんどん10万人切りそうなんですよね。飯田さんも再生数落ちてる。そうなんですよ、やっぱ試合ない時期って落ちちゃうんですよね、再生数ね。こうやってやっぱライブに来てくれる人ってめちゃめちゃありがたいんですよ、ありがとうございます。結婚願望ありますか。ああ結婚したいですね、やっぱ結婚したいですね。監督業務で絶対伸びます、ありがとうございます。そうですね、なんかそのブレイキングダウンある時期に伸びるのもありがたいですけど、こうブレイキングダウンがこうない時期、ブレイキングダウンが終わってからのも転後までの時期ってすごいやっぱ再生数取れないんですよ。だそこで再生数をやっぱ取れるようにはなりたいですよね。ぼったくリバーもなんかな、ちょっとぼったくリバー米を活動休止いつまで分かりますか。いつまでなんですかね、まあ、戻ってきてくれるんですかね米尾くんは。やっぱ米尾くんいてくれた方がいいっすよね、ブレイキングな。結構申請しないと来ないんですかね、あ銀の盾って。
運転中に煽られたら動画の皆さん、ああ、僕、あの、免許持ってないんですよね。免許ないんですよ、自分。廃材探偵団とコラボしてゲテモノ食いまくる。あ、申請しないともらえないんですね。どうやって申請すればいいんだろう。マジで今日の再生数が全然回ってないな。YouTube の問い合わせ窓口、なるほど。竹原さんのコラボ、竹原さんの方88万再生はすげえ嬉しいですね。でもね、ライブ終わったら今日の動画見ていきます。ありがとうございます。お願いします。飯田さんコラボしてくんなそうだな、俺だとな。YouTube のエンディングのボーカルの曲って何ですか。確かアンシエントホワイトって曲ですかね。アンシエントホワイトですね、はい、あれいいっすよね。なんか僕英語わからないんで何言ってるかわかんないですけど、なんかいいなと思って使ってるんですよ、あれ。ボーカルの曲結構いっぱい使ってるんですけどね。前、未来さん、みくるさんがやってたサバゲー面白かったの、ヒューさん。あの、なんか、荒野行動のやつですよね。ああいうの読んでほしいですね。樋口さん、睡眠時間どれぐらい意識してますか？ 9 時間から10時間ぐらいですかね。今日の動画再生数上がんなかったら YouTube ライブしたの。いや、っていうよりは今日暇でしたね。すごい、夜暇だったんで、ちょっと YouTube ライブしましたね。樋口さん、おやすみ、あ、おやすみなさい。ゲーム配信して、ゲーム配信ちょっとやってみたいんですよね。はい。あれ、どうすればいいんですかね。てか、雨すごいっすね、今日。松本人志より樋口さん見ています。ありがとうございます。最近面白いことありました。面白いこといっぱいありますね。もうありすぎて。俺もマジこのエンディング曲探してました。ありがとうございます。コメントありがとうございます。あれ最初何気なくそのブレイキングダウン対アウトサイダーのあのオーディションあったじゃないですか。僕が2番目かなんかに出した動画なんですけど、あれでさりげなく使ったらめちゃめちゃ評判良くて、あれ100万回再生いったんですよね。で、あ、この曲すごい評判いいなと思ってずっと使い続けてるんですよね。何のゲーム好きですか？僕、ドラゴンクエスト好きで、ドラクエとかちょっとやろうかな、じゃあ。どうやってやりゃいいんだろうな、あれ、ゲーム配信。どんな経緯で足立区の監督になったんですか？実は、僕、試合の前からそう話はあったんですよね、はい。クラブで行ったら、樋口さんに締め落とされるらしいので怖いですよ。そんなんしないですよ。その足立区の監督ってのはその前にね、あのなんかあの試合の前からね、もうちょっと話があってって感じですかね。沖縄また合宿来てください。あ、沖縄また合宿行きますんでぜひよろしくお願いします。沖縄の人めっちゃいい人だ。僕財布落としたんですけど届いてたんですよね。すげえ感動しましたね。ドラクエ3とかちょっとゲーム実況したいなと思ってるんですよね、はい、どうすれば樋口さんに会えますか。あ、ぜひあの11月のね25日あのブレイキングダウンのね次の次の日にあの僕あのお茶の水のねバーで一日店長やりますので、ぜひ来てください。
PS5 だと本体の機能で配信できる。そうなんだ。PS5 買えばいいのかじゃあ。ゲーム実況ちょっとやってみたいな。なんかこういうライブとかやる感覚でちょっとやってみたいんですよね。このゲーム実況。みんなと話しながらゲームとかしたらちょっと面白いかなとかね。うん、テーマは11月の23日って聞きましたね、自分。スズメバチとガチバトルしてきたの。倒れちゃった。あ、サバゲー面白いっすね。子供好きですか？子供めっちゃ好きですね、自分。妹の子供とかめっちゃ長いです。鳥取砂丘はないですね。ちょっと行ってみたいんですけどね、砂丘。ブレイキングダウンでゲーマーまだいないっすよね。ちょっとやってみたいな、ゲーム実況。でもちょっとやり方がわかんないんですよね、ゲーム実況。なんかほんとこういう感じでライブしながら話せたら面白そうかなと思って、ね、こうちょっとね、なんか最近ライブをちょっと増やそうかなと思うんですよね。なんかYouTube ライブですね、はい。ラクダに乗ってみたとか、いいですね。メイドカフェは最初、あれですよね、あの、朝倉海君がね、あの堀口選手に勝った後に動画上げて、それバズってましたよね。潜入系か。ラクダとか乗ってみたいな。プロテイン飲まれてます。最近飲むようにしました、プロテインは。クマとスパーリング、危ない危ない。クマって本当出ますからね。東京でも出ますからね、今クマね。本当に東京も結構山の奥とか行くと普通にクマが出るんで危ないですよね。僕見たことないですけど、クマ。 YouTube ライブする前にインスタとかで告知してくれてるし。ああ、そうですね。ちょっと次回から告知しましょうか。じゃあ、あ、そうですね、ソイプロテイン飲んでますね今。ちょっとね、あの破竹場の企画もまたやりたいんですけどね、なかなかちょっと予定が合わなくてね、ちょっと行けないんですよね、あっちまで。東京にクマ出るんですよ、本当に。しかも結構でかいのが出るんですよね。危ないですよね、東京も地味に。普通に東京出ますよ、クマ。しかもでかいっすよね、なんかあの。24日、雷神の注目カードはありますか？やっぱ白川陸斗くんですかね、本当に。陸斗くんにめっちゃ期待してますもんか。熊の腕バキバキにしてくれ。いや、無理でしょ、熊は。体
勝てないですね、クマには。ぜひ皆さん、今日ちょっと出したあの師匠とのねスパーリング動画見てください。ちょっと再生数がマジでいかなくてすげえ今落ち、お願いします。安保選手とパトリック選手どっち勝つと思うか聞きたいです。意外とパトリック選手とかね、まあ安保選手有利なんでしょうけど、パトリック選手はあのボディからのこのストレート入るんじゃないかなとかちょっと考えてますね。やっぱパトリック選手は男ですね、本当に。うん、あれでキックルール受けたってのでね。ライブ終わったら動画見に来ます。ありがとうございます。ちょっとね、ぜひ動画見てください、皆さん。ワンクリックだけでもいいんでしてください、ぜひ。よければ、高評価をして、コメントをして、最初から最後まで動画見てくれたらありがたいです。ここの概要欄に貼ってあるんでね、はい、ぜひ見てください。ソロキャンプ、あ、ソロキャンプもいいですね。樋口さん、打撃苦手。そうなんですよ、苦手なんですよね。まあ、ちょっとボクシング通うんですけど。飯田さん、マック食べてる動画で95万再生です。やばいですね。すごいですね。すげえな。あ、会社員さん、いつもありがとうございます。見てくれて。はい、ブレイキングダウンで一番かっこいいのは慶之助ですね。まあそうですね。慶之助さん、萩原さん、やっぱかっこいいですね。うん。大人ですよね。はい。萩原さん今もうタレントみたいになってきましたもんね。テレビ出演して11月の1日店長樋口くん飲めますが、僕お酒飲めないんですよね。はい、お酒飲めないんですけど、乾杯程度だったらできるんで、ぜひ。はい、監督になった感想を教えてください。まあやっぱみんなをねいい方向に導きたいですね。はい、やっぱ日本一取りたいですね。萩原さんの家行ったことありますか？行ったことはないですね。まあ某マンションに住んでるんですけど、下はまだ行ったことあるんですけど、めちゃめちゃすごいマンション住んでますね。まあ、萩原さんとちょっと今日から新企画やるんで、ね、ちょっと楽しみですね。リクト君の応援 T シャツ、デザインよくて初めて、応援 T シャツなんてあるんですよね。今日、その萩原さんの企画でずっとヘルメットかぶってたんで、今、ぐちゃーって潰れちゃってるんですよ、髪の毛がね。はい、9.5 は僕出ないですね。で、10も出ないですね。明日練習昼からなんで、ちょっと夜更かしちゃおうかなと思ってますね、今日は。髪、そうっすね、坊主だったっすけど伸びましたね、結構ね。女優で誰がタイプですか？吉岡里帆さんですね。森さんとコラボしてほしい。それは絶対ないですね、はい、森とはコラボできない。購買日記さんとコラボして、あ、信原くんやろうっつって話してるんですけどね。ゆずさん、お酒は強いですか？僕お酒全く飲めないんですよ。前の髪型思い出せないからまた昔の YouTube を見る。ありがとうございます。
68キロにするみたいなやつなんですけど、減量は順調。まあちょっとまだ食べちゃうんですよね。食べちゃって食べちゃって、なかなかタバコ吸わないですね自分。そうっすね、次 MMA の試合出たいっすね。朝倉未来さんといずれ再戦したいですか。いや再戦したくないっすね。もうされてます。結婚はしてないですね。ゆうさん、足立区に縁みたいのはありますか。全くないですよ僕東京出身なんですけど、足立区は全くないですね。まあでも東京でやるんだったら自分を監督にしてくださいっていうのはずっとお願いしてたんですよね。握力何キロ？握力僕45ぐらいしかないですね。めちゃめちゃ弱いですよ。寝技の時にこう小指で引っ掛けて取るんですよ、いつも。ヒデトラさんもおそらくないと思いますね、今回。監督に集中したいって言ってたんで。お、すげえ、300人も来てくれてる。ありがとうございます。300人って冷静に考えるとすごいっすよね。もう全校生徒とかってことっすよね。大体そんぐらいっすもんね。300人って中学校の全校生徒ぐらいいますかね。5年後とか樋口さん自身何してると思いますか。僕の理想は慶之助さんとかみたいに格闘技やれてたらいいなと思いますね、5年後も。はい、5年後もね、続けられたらいいなと思いますね。ありがとうございます。ライブはこう来てくれるんですね。なんか再生数がマジで落ちてて、すげえ落ち込んだな今日は。マジで再生数低いな今日。ゆうさん、ガチンコファイトクラブ見てましたか。めっちゃ見てました。僕小学生だったんですよ、ガチンコファイトクラブ。小学校6年生とかでしたかね。はい、めっちゃ見てましたね。任せろ再生数。ありがとうございます。ちょっとお願いします。マジで今日再生数低いな。明日伸びてくれればいいですけどね。いやでも俺今2000何回か、みんなそうだな。初動が悪いと伸びないんですよね。僕の YouTube って波があって、なんか2、30万いく時もあれば、もう全然1万回しかいかない時もあって、なんかその間がないんですよ。3万4万とかの動画がなくて、もうめっちゃいくかめっちゃいかないかなんですよね。樋口さん、顔がすごく怖くて、今優しさが見えてきて、そこばかり見て本当一緒なんだろうな。アンチとか大ファンで、ありがとうございます。普通に300がすごい。小田くん1000人行ってましたけど、800まで減ってきた。あれ、小田くんすごいっすね。1000か。小田くんは今多分一番人気あるんじゃないですかね。多分一番再生数取れてんのが多分おそらく今富澤くんなんですよね、 YouTube で。で次が小田くんとかですかね、まあ、朝倉兄弟を抜いてね。サムネだけ変えれば伸びる。ああそうですね、サムネ今日適当にしちゃったんだよな。やっぱ関係あるんですかね、やっぱサムネとか関係ありますかね、ライブは。樋口さん動画あれ何なんですかね、再生数の差がすごい。そうなんですよ、今日全然いかなかったんですよね再生数。マジでやばいな、全然いかなかったですね再生数。ノッコンさんも今結構落ちてますよね。多分ノッコン樋口がめっちゃ落ちてるんですよね再生数が。憧れた格闘技の選手とかいましたか。
所秀夫選手ですかね、僕は。はい、所秀夫選手大好きです。再生数伸びないのは連休だからみんなお出かけやイベント忙しいんじゃないですか。なるほど。まあでもそれにしても3000回はちょっと3000回行ったか、ちょうどちょっとやばいな。私は1万回行かないのかもしれないですね。ちょっとね、明日明後日ぐらいでじわ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 伸びてくれればいいですけどね。でもノッコンさんの場合は別に YouTube は再生数いかなくてもなんかそうじゃない気がするんですね。ヨコさん試合で盛り上げるから別に、あとスポンサーも強いから多分大丈夫だと思うんですけど、ね、シェンロン選手も YouTube 始めたらしいですね。危険な動画のオンパレードの予感です。樋口さん、人生で一番悪いことって何しましたか。悪いことね、これ前も喋ったことあると思うんですけど、高校の時に僕ら男子校だったんですよ。あの男子校で、だからみんな彼女とかいないじゃないですか。彼女どころか女友達もいないわけですよ、もうずっとね。で、だから、その、で、一人彼女いるやついたんですよ。で、自転車に彼女との相合い傘書いたりとか、なんか彼女と一緒に登校してきたり、なんか途中まで、女子校通ってる彼女と途中まで一緒に登校してきたりとかしてて。そういう友達いたんですね。で、なんかもうあの南京錠なんか15個ぐらいなんか100均で買ってきて、そいつの自転車につけたことありましたね。で、鍵全部捨ててみたいなやっちゃいけないことなんですけどね。はい、昔のサムネを樋口さんの写真に変えれば達人の動画伸びる。ああ、なるほど、なるほどね。タトゥー入れようとは思わなかったんですけど、20歳ぐらいに戻れんだったら入れたいですね。もうバッツリ入れたいですね。はい、そうですね、それやって全校集会になりましたね。はいまあ僕らがやったってバレちゃったんですけどね。はい、で南京錠その全部壊されて、なんか壊さなきゃいけなくて、こうなんかあのでも簡単に取れたんですよ。あの何でしたっけ、あの図工室とか美術室にあるなんかあのガシャンガシャンってやつで全部簡単に取れましたね、借金の。パレストラ練習したことありますか。パレストラさんはですね、あのパレストラ浦安さんとか結構お世話になってましたね。はい、DM で応募してきた人には合格通知って送ってますか。あの DM で送ってきてくれた人なんですけど、シャドウ動画が見れない人とかはちょっともう一切返信はしてないですね。あとはやっぱりコンテンツとして今回は喧嘩自慢なので、やっぱそういった人ですよね。僕はやっぱ僕の選考対象っていうのはやっぱ小田さんだとかシェンロンさんとか、そういうのを見てそういうような人たちを入れてますね。やっぱコンテンツに合った人ですね、やっぱり。でも結局その僕のところに DM で応募してきてくれた人って結構80人ぐらい今いるのかな。今日も結構送ってきてくれて、だけどやっぱり返した人って3人ぐらいですかね、今ね。3人ぐらい返して、でその人たちだけちょっと個人的にもう僕はもうすぐ連絡して、もう LINE 交換をしてすぐもう当日来てくださいっていう感じの人は3人いました。やっぱりそうなんですよね。本当にこれシビアなことを言わなきゃいけなくて、あと申し訳ないですけど、やっぱ誰でも出れるってものじゃないんですよね、この喧嘩自慢の企画っていうのは。やっぱりもちろんそのレベルだとかに関してはその、まあ、もちろん K1 だとかライズ、あとライジンディープとかに比べたら敷居は低いんですけど、でもやっぱり敷居が低い分やっぱ誰でも出れるっていうコンテンツじゃないっていうのがやっぱ難しいというか、自分もやっぱりそこの監督を任されているので、
もちろん優勝することはもう優勝はしたいんですけど、だけどやっぱりそうやってね、視聴者さんが何を求めてるかってのを僕もやっぱり、あと溝口さんだとかそうやって運営の方々とかとね、毎日のようにやっぱそう打ち合わせをして、こういう選手を求めてますね、なんで足立区を選んだのか、そのなんで今回足立区でやるのかっていうのを大事にして、まあ、メンバーだとかっていうのを精査してやってますね。はい、まあ、やっぱり誰でも出れるってわけではないんですよね。本当はやっぱここはシビアにやらなきゃいけないというか、それはね、もう僕の先輩とかからもちょっとこの人出して、強いから出してよって言われることもあったんですけど、やっぱり、ね、強いだけじゃダメなんですよね、今回に関してはやっぱり、本当にシビアにやってますね、今回は。やっぱその選ぶっていうのは視聴者さんが何を求めてるか、どういう人がね足立代表で出てきてほしいかとかをね、しっかり見て決めてますね。勝ち負けより沸かすのがって萩原さんが言ってました。そうですね、本当にそうなんですよ。やっぱ小田さんって、僕もう一番最初に会った時から、あ、この人絶対もうスターになるなってのはもう分かったんですよ。僕結構見る目あると思うんですよ。その格闘家を見る目とかじゃなくて、ブレイキングダウンでこの人バズるだろうなとか、そういうのを見る目ってのすごいあると思うんですよね。だからそこ本当に、まあ、小田さん、シェンロン選手だとか、あと僕が好きなのは大阪のリキ選手でしたっけ、イケメンの人ね。はい、やっぱああいったもうほんと花がある選手を発掘したいな。強いだけじゃダメですね。で、強いだけじゃダメだし、逆に花があるだけじゃもうダメ。両方揃っている選手をっていうので、やっぱ誰か、応募をしてきた方、ほんともう全員出しましょうってわけにはいかないんですよね。本当にだからそういった方でね、ちょっと返信がない方だとか、そういう方は本当申し訳ないんですけど、ちょっとここはシビアにやらなきゃいけないっていうところですね。はい、本当にそこはね、申し訳ないです。はい、そうですね、強いだけじゃなく愛嬌がある方がファンに愛されます。そうですね、本当にそれは言えてますね。はい、だ僕見る目あると思うんですよね。森くんもそうですけど、やっぱりあそこで僕が森くんを選んだおかげ、選んでやっぱ彼はね、多分日の目を浴びたというか、やっぱ見る目はあると思うんですよ、僕。そういうブレイキングダウンとかでね、あと、まあ、近藤裕太くんもそうですし、あと井上力人くんとかもそうですよね。僕もこいつ面白そうだなと思ったから、井上力士と特にも絡みましたし、やっぱりそうですね。まあでも本当にいろんな先輩、足立の先輩方がね、ちょっと協力をしてくれてこういった企画ができてるってことで、まあもう本当僕だけの力じゃなくて、こうやっていろんな方がね、足立のいろんな先輩方がこう協力してくれたおかげで、本当にこういう企画がねできているっていうのは、本当に足立の皆さんには感謝しております。もうね、その期待を背負って優勝したいなと思います。11月25のお茶の水のバーのお店はどちらですか？あ、ちょっとね、告知がまだできなくて、決まり次第ちょっとちゃんと告知しますんで、ぜひよろしくお願いします。そうですね、アンドレ選手とか、九州の秀吉選手とか、僕ああいう選手大好きですね。はい、本当そうですね。やっぱだ結構多いんですよ、なんかその返信ないんですけど
僕はダメですかとか言われるんですけど、本当にね、ちょっと申し訳ないんですけど、本当全員誰でも出れるっていう企画ではないんですよね。あ、美しきイクソネズミさん、ありがとうございます。内藤とコラボ、内藤って内藤豊さんのことですかね。はい、内藤豊さんはね、アウトサイダーでした時にめちゃめちゃ強い選手でした、ね、とりあえず打撃強化を優先して選ぶのか、全体的に打たれる強い人を選ぶのか、熱い人を選ぶのか、選ぶ方が簡単だよね。そうですね、まあ基本的にはトーナメント優勝した人をまあ採用したいとは思うんですけど、難しいですね。セキュリティの給料は良かったですか？セキュリティの給料は僕37万5千円でしたね。あ、これ言っちゃいけないですけど、まあ、僕37万5千円でしたね、月給。でも、37万5千円なんですけど、めちゃめちゃその月の勤務時間は長かったですし、夜勤でね、だから、良かったって言えるのかな、まあ、あとは現場もめちゃめちゃ取ってきてましたね、自分はね、営業して。1億円ぐらい取ってきてましたね、売り上げはね、警備の。樋口くんが最近弱すぎ、最近とか僕別に強かった時期ないですよ今働いてないの、はい、働いてないです。のっぽんさんとのコラボション、そうですね、オワコン同士コラボしますか、のっぽんさん、はい、僕ら今再生数落ちちゃいましたからね、オワコン同士で仲良くしますか セキュリティと今どっちが儲かってますか。いや、もうそれは皆さんのおかげで今のは、ね、はい、本当に。まあでも本当足立に関しては本当にそういうのでちょっと選んでるんで、本当人選びは大変ですね、めちゃめちゃ多いんですよ。だからなんで僕出れないんですかだとか、なんかすごい気持ちは伝わるんですよ、本当にブレイキングダウン出たいっていうのとか、めちゃめちゃ気持ちは伝わるんですけど、伝わるんですけど、でも本当にその今回のやっぱりね、今回の企画自体がやっぱり全員誰でも出れるわけじゃないっていうかね、ライブって見られるだけでお金入るんです。あ、そうですね、なんか 0.いくらみたいなの入るんです、ね、みんなが見てくれたおかげで。ミクル君とコラボしてほしい。してくんないんですよね、ミックンはね。多分ブレイキングダウンで一番関係深いのって確実に俺だと思うんですけどね、ミクル君はね、だけどなんか俺のこと全く呼ばないんですよね、彼はね本当に。ありがとうございますね、ちょっと見てください、ぜひ皆さん。今日の動画の再生数がマジで低いんでね、はい。アントニオ猪木さんは好きでしたか？あ、猪木さんめっちゃ大好きでした、僕。いやー、再生数低いな、今日。ダルビッシュ有さん、さっきからめっちゃコメントしてくれてるんですけど、これダルビッシュさんじゃなくてビルダッシュさんなんですね。ビルダッシュ有さんなんですね。今気づいたんですけど。ありがとうございます、本当に。
武将流っていうチーム知ったんですけど、どんな武勇でありますか？武将流ってのはですね、あのアウトサイダー出るためにね、なんか作ったクソみたいなチームですね、本当に。そんなの本当存在しなかったですね。アウトサイダー出たかったから、当時もアウトサイダーもめちゃめちゃ倍率高かったんですよ。6倍とかだったんですね、倍、アウトサイダーの倍率。それ出たいから適当に作ったチームですね。イクル君なんでコラボしないの？昔の因縁が引いてんのか。コラボしないんじゃなくて、なんか呼ばれないんですよね、自分だけ。なんか多分自分だけですよね、多分こんな呼ばれないよね。アウトサイダーの人だってみんな呼ばれてますよね。自分だけ多分呼ばれてないんですよね。まあ、いいけど。大阪の下ミシュラン選手のお父さんもブレイキングダウン10エントリーしたみたいですね。空手世界じゃん。ふざけんなよ、もうそんなのばっか出てくるんだもん。ほんとそんなのばっか出てくるな。世界チャンピオンだらけだな、本当に。キャンプ動画とか見て、ああキャンプやりたいですね。ちょっとね、11時なんで今日はこの辺で動画終わりたいと思います、はい、またちょっとね YouTube ライブちょっとあの定期的にちょっとやるんで、はい、ぜひ遊びに来てください。嬉しいですね、なんか同節300人も来てくれて本当にありがとうございます、はい、またちょくちょくあのあとね次回ねあのまたなんて言えばいいですかね、その告知をしてほしいってことだったので、ちゃんと告知しようかなと思うんで、はい。じゃ本当にありがとうございました、皆さん。はい、おやすみなさい。遊びに来てくれた方、ありがとうございます。